データベースに該当する情報はありませんね。うわ、なんかすごいとこ来た。戻ろうか、アネモネさんに話を聞きに行こうか。さあ戻ってきましたよ。あ、この人もクエスト持ってんだ。トーク来た。変な男来た。このトーブは素晴らしいよ。このパーツを装備していると見えるんだ。世界が見える。お前シャーズナブルになったのか。聞いてくれ、全知全能になったこの俺に質問を投げかけてくれ。不便やね、メール読むの。アクセスポイントしか読めない。夜波機体に直接送信しないのは重要な機密情報を盗まれないためらしい。ただメールのレトロ感が好きでわざと使うアンドロイドも多いみたいだけどな。 3D マップ見づらいね。衛星からの情報をマップデータにしてるみたいなのが、衛星にあるカメラの解像度が荒くて細かい部分や地下を見ることができないんだ。他のアンドロイドからも不満が出ているがどうにもならないらしい。でも多少は自分の足で歩いていろいろ発見した方が楽しいこともないか。まあ諦めてくれ。なんやねん、通貨ってどうなってるの。ブラックボックスって何。質問あり。ああ、この辺でこう世界の保管ができるんや。基本的に破壊した敵の残骸を分解してそれを再構築した部品を我々は使っている。わざわざ鉄を掘るより便利だからね。その残骸の重さや手に入ったパーツの貴重さによって価値が決められているんだ。その単位を G という。え、 G を何て読むかって。それは言えないな、トップシークレットだ。ブラックボックスって何。何って言われてもあんたたちの部品だからな、あまり詳しくないよ。ブラックボックスってのは夜吐き体に装備されている融合炉のことだ。しかしその構造は我々レジスタンスには明らかにされてないんだ。何か怪しい素材が使われているって噂はあるんだが、あんたたちの体の中のそれ、よければ分解して解析してみたいんだけど。死ぬか。俺が死ぬことになるけどな。なるほどね。はいはいはい。あ、で、姉さん、姉もね姉さんに話すよりも先に、あ、上か。オルゴールを渡してやって、オルゴールです。そう、これよこれ、どこにあったの。遊園地の持ち主と思われるアンドロイドの一体の近くに。あ、その人って、そうか、言ってたもんね、早く帰ってきたらよかったのにっつって。だいぶ寂しちゃってるけど、修理すればきっとまたなるよね。ええ、もちろんです。箱を持ってきてくれてありがとう。これで仕事にも身が入るってもの。あなたたちも奥に自由に出入り。あ、来た。これで奥来た。じゃあ俺のもう一個のクエストができるという話ですね。開けちゃいなよ、You。 これは柱に何か刻まれている。これは数列ですね。3つの数列があるので何かの座標かもしれません。目的地、それとも何かの隠し場所。マップにポイントしておきます。失踪したレジスタンスがもう一回行かなあかんってことか。なるほどな。ああ、困ったな。もうクエストを受けまくってたらいろんなことしなあかんから、まあまあいいや、やるか。よければ何に困ってるのか話してくれませんか。力になれるかもしれません。あ、バンカーから来た人たちか。実は輸送用荷物を準備しなきゃいけないんだが、取り出すことができなくてね。もともとは先輩のアンドロイドが担当だったんだけど、荷物が多すぎて僕には動かせないんだ。困ったな。このままじゃ先輩に怒られちゃうよ。この奥の倉庫の中に置き忘れた移送用の荷物を取ってこないといけないんだけど、取ってきて、まあしょうがないな。はい。倉庫番来た。移送用の荷物と思われるオブジェクトをマーク。って言っても、これじゃ運び出せないな。うわ、なるほど。まずは、通れる状態にしないとダメですね。そういうことね。パズル的な。まずじゃあ、これ押すしかできひんのか。ほいだら、まあ、とりあえずここ全部押して、マックス奥まで全部押して、 9S もなんかせえ、お前もなんかせえ。そこに突っ立ってんと。これで全部押し
て一応もうあとは取れるんやけど、あれを奥に押せば取れはするんやけど、これ一回押してさ、こんなもんでいいか。これ取って回復しようか。別にまあまあいらんかったけど、まあまあまあいいでしょう。でここを押したらもう一回で通れるんじゃん。ほら、これで輸送用の荷物は全部集まりましたね。出れんくなった。あ、よかった、スタックしたと思った。これ出たらいい、これもう普通に届ける、届けたよん、届けたよんじゃない、取ってきたよん。はい、あ、違う違う違う、あれ、レジスタンスに話しかけたいんだが、レジスタンスさん、ちょっと待って、来た、助かったよ、ありがとう。荷物を適当に置きすぎです、まともに歩けませんでしたよ。少しは整理したらどうですか。え、申し訳ない、先輩に言っておきます。これ少しだし、少しだけどお礼だ、受け取ってくれ。ありがとう。やった、謎のミニゲームがいっぱい差し込まれてんな、このゲーム。 OK、 ほいだら座標に向かうっていうようなのが2個ぐらいあるな今のところ。あ、強化ってもしかしたらできる？いやー、ちょっといろいろ足りひんね。あ、そういえば戦術層みたいなのがアンロックしたけど、それをちょっと2個目の方それにするか。やり、こっちの方が強いしね。はい、装備で今日をこの小型剣じゃなくて大型剣の百獣の剣を着て、よし、これでいこう。あんま使うことないやろうけどな、あんまりなんか使う気ないし。あ、でもポットの新しいやつ変えるんちゃう俺。強化合成ポット強化、あ、違うか、購入かな。あ、待って待って、強化合成の購入、レーザーは買ってる。あ、この辺だ。ミラージュ、一定範囲内にいる敵をポットが解析しプレイヤーに情報を送信することで範囲内の敵すべてに切りかかる攻撃、すべてに切りかかる、はい、ポットがエネルギーの魂ん塊を投射しその場にとどめ叩きつける。あー、なるほど。一定時間ポットがプレイヤーの周囲を回転し続け触れた出た触れたものすべてを傷つける体、スピア、え、これめっちゃかっこいいやん。大型の敵には使えへんけどスピア欲しいな。スピア、あとミラージュかな。射撃を、物理攻撃を防ぐシールド、射撃を防ぐシールド、射撃を防ぐシールド、噛んだ、シールド結構いいかも。とストレージが増やせん、ストレージは増やしとこう、お金ない。はい、じゃあストレージ増やしたことにより、なんかこの辺とかをつけれんねやろ。あ、でも俺なんか結構持ってる気がするぞ。装備でウェポンじゃないかな、スキルかな。 OK、 これでいこう。どんぐらい遅なる、そんなやろ言うて。姉物さん、ん、どうした、何か、なんかすごい白く光り出したけど俺、なになに、なんで。最近ヨーロッパ部隊がこのキャンプから資源を盗んだという話を聞いたのですが、そのことについて。ヨルハニ、そんな件は初耳だが。え、ここの資材は分散隔離してるけど各所からそういった報告は受けてないな。そうですか、ありがとうございます。あれ、そうなんや、俺なんでこんな、盗んでいなかった。ん？じゃあ一体。司令部に通信。こちら 9S。応答せよ。こちら 21O。どうしました？ 21O。実は
逃亡した夜派部隊についてなんですが。はい、こちらでもその情報を確認しました。しかし司令官から言われているような盗難事件はレジスタンスキャンプでは発生していませんでした。一体これって、これって当該案件へのアクセスはできません。え、司令官命令によるものです。え、どういうことですか。どういうこと。 9S 気をつけて。私からの情報は以上です。あれ、オペレーターさん、どうして。行こう 9S。処分したってこと。私たちは戦うだけだ。あ、もううずうずしてる、うじうじしてる、足でうじうじってやってる。あ、これオート回復の時にあんだけ光るんや、俺。なるほどな。ちょ、気になるな、光ると。そうなんや。ちょ、クエスト見かけたら達成したくなる処分。どうかしたの。ヨロハの人です。最近機械生命体との小競り合いがあって、その以来調子が悪くてね。規約領域が欠けてていろいろ面倒なんだよ。うわぁ、一番嫌やん。悲しい。わからへん。どこ、オアシスちゃうこれ。あ、これは遊園地。滝、これ見たことないの。あ、滝見たか。まあじゃあ位置座標を教えて。何か思い出せるかもしれない。わかりました。もし見つけたらお知らせしますね。はい、また いずれ行くこともあるでしょう。この写真の場所か。遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。そうね、ちょっと探してみましょう。オーケー。ほいだら、まずはそうだな、とりあえずこれの何マーカーを外したい。マーカー設置しかできんの。あれ、外すみたいなのできんの。あ、外せた。OK。で、目的地がここにあって、これは、あ、写真のところ、ここが、あの、遊園地なんですけど、目的地に、まあ、行って、まあ、レジスタンスとか、あの、座標、この、多分、ハテナは座標なんよね。あ、写真はこうなってんのか。だから、謎の手紙、あ、謎の手紙、ここか、座標は。じゃあ、これ何やねんやろ。わからんな。とりあえず、一番近いしメインの目的地行ってみるか。この目的地行ったらいろいろ進まれへんくなるみたいになるんやったらやめてほしいけどな。まあそんなことないか。それやったらなんか出そうやしね。他のクエストはもうできなくなりますけどよろしいですかみたいなやつ。いけるこれ、大丈夫。これは、いけた。地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。ほんまに近い君や俺ら。なんだ、あー、なんか生えてきた。変な敵は、敵かこれ。じゃあちょっとお前に手伝ってもらおう。うん、修理よし、行くぞ。地球が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。やり、うわー、使い勝手悪そう。やり変えたい、もうすでに。レーザーめちゃめちゃ使い勝手よかったのに。おお、ドリル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 。これ全部跳ね返してる、もしかして。いって、どうやって戦うのこれ。無理なんですけど。痛い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 。待って、やばいやばいやばい。地獄地獄地獄が始まった。こっから抜けないと危な。ちょ、もういいわお前ら。お前らいいいい。よいしょ、水晶ゲッチュ。ここかな、メインは。地下に来たな。擬態来た。回収。オーバークロック、オート回復1。これも開けられへんの、なんかどうにかしたいな。なんで開けられへんやろ。ライトオン。はい、ああ、これでライトオン。ここの通路は昔からあるみたいですけど。レベル1。いや、え、なんか時間が止まってる。
そういう能力を俺は得た？お、得た。なんなんこの時間止まるやつ。そういう能力を俺は得たんか。これオート回復めっちゃいいな。レベルの上がった。なんで？よいしょ。なあこのドリル、なあこのドリル。へこんだ金属板。あ、ドリル来た。めちゃめちゃ暗いな。大丈夫か、みんな見えてる？今でしょ。ああ結構結構食らうやん。こういう敵に対して。あ、箱か。チタン合金めっちゃもろた。めちゃめちゃ暗いな。大丈夫かな。明るくはしてんねんけどさ。機械生命体たちの残骸が。でもこれずいぶん昔からここにあるような感じですね。ほんまやね。え、でもまあエイリアンがいるんでしょ。データベースに該当する情報はありませんね。うわ、なんかすごいとこ来た。なんじゃここ。だいぶ文明がしっかりしてる。あ、お、あ、エイリアンじゃない？これは死体。トゥビー、あれ。破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。誰だおめえら。なんか見たことあるけどね。戦闘ですか？お前たちは。トゥビー気をつけて。全然関係ないけど注意しちゃうもんね。私の名前はアダム。そしてイブじゃない。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。もういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅。あ、なんか滑ってきた。させた。機体が今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返し。何この対戦格闘ゲーム。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主のそれを凌駕するのは大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ。いた。こんなやつ。いや、植物のように。何このストリートファイターみたいな。くだらない構造の生き物だ。いや、いや、いや、私たちが興味あるのは月にいる人類。人類。人類。そうだ。人間は。おい、よけて。理解不能だ。記録によると。全然減らん。同じ種族で大量に殺し合ったり愛し合ったり。その行動原理に目を見張る不可解さ。私たちいいです。その神秘に迫りたいんだ。だがその模倣作品であるアンドロイドの職人。ごめんな、全然話聞いてない。調査を手伝ってもらいたいと思って。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして。離れたらなあかんわ。この人生きたまま分解して、近い方が分析して、その秘密の全てを暴くんだ。こんな素敵な。いや、さい。他にはない。そんなことやらせるわけない。やらせるわけにはいかん。あ、こんな奴らに惑わされちゃダメで。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。結構ちゃんとでもダメージは食らってくれる。君たちここにいる。痛い。宇宙人同様。お、いなくなった。そろそろ時間だ。ほう。これが私たちの創造主の末路。末路。お前たちが信じる人間はどうかな。声がかっこいいな、二人とも。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。創造主が
つまり創造主がいるってことやろ。エイリアンはもうすでに滅んでて、でその機械生命体をまたこの道を戻るんですか。作る。めんどくさいですね。文句言わない。ない。ルビーさん、こちらオペレーターのシックス。あ、来たシックス。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置。ええ。ファストトラベルちゃん。地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに。自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。アクセスポイントでバンカーに戻る。なんかそんなことよりもさ、急にはしごとか出来上がってなんか設備が整ったんやけど、急にここでなんで。お、メインクエストちゃう。いや、来たジャックス。元気元気だよ。君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。ありがとう。転送装置も動かせるようにしておいたから。ありがとう。 ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。昔馴染みなんや。俺らが言えるような立場じゃないけど。これが転送装置。でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。バンカーに戻れるってこと。コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。バンカーに戻る理由とかある？アクセスポイント、転送による移動。アクセスポイントの端末メニューで端末へ転送を選択すると、他のアクセスポイントに転送されます。各地に点在するアクセスポイントを解放することで。あ、じゃあほんまにあれだ、ファストトラベルだ。あー、めちゃめちゃ嬉しい。それはめっちゃ嬉しい。ありがとう。いやー、マジ？砂漠中央とか、なんで？じゃあさ、そうそう、パスカル村行って、とりあえずパスカル、ん？パスカル村行って、パスカル村からっていうとか、いろいろできるってことやんな。めちゃめちゃ嬉しいやんけど。じゃあちょっとまず行くべきところとしては、砂漠地帯もあるんやけど、まず遊園地行って、でここからお、なんか上にあるし、まず写真と、あ、ここじゃない、写真の人と、ん？あれ？道がで、こうやんね。ってことはこう行って道があるはずやね。あ、あるやん。あと、あの女の子にも話しかけてあげないと。いいけーな、いいんやけど。とりあえずさっき写真やるか。写真はどうやればいいの？来た。この場所、あの女性にお願いされた写真の場所じゃないですか。せやね。座標を記録しておきましょう。座標記録 OK。で、次はあの、なんだっけ、なんちゃらのファンの女の子がいるから、お返事を届けてあげてと。はい。サルトル様にプレゼントを渡してくださったのね。それで返事は？単なるガラスだって言ってたよ。まあ、なんという物事の真理をついた。やばすぎ。夢見すぎよ、お前。じゃあもう、これで一旦終わりかな。じゃあパスカルのとこ行くか。パスカルのとこ、あ、でもまあファストトラベルでせっかくだから行くか。普通に行ってもええんやけどな。普通に行こうが早い。めっちゃ早い。いや、まあまあまあいいか。
よし、クイックセーブして端末転送でパスカル村。んーで、パスカル村来たからとりあえずお前にも渡して、お返事ないですと。さすがサルトルさん、そういうクールなところ最高。でもこいつらも盲目やから、恋は盲目って言うしな。ほんで、サルト、あとあれだ、カップル、流浪のカップルに渡してあげないと。いたいたいた。あー、これよ、これがあればメンテナンスできるわ。ありがとう、あなたを信じてよかった。メンテナンスが終わったらここを去るよ。どうか俺たちの無事を祈ってくれ。いいんだよ。お前らもようわからんけどな、ここはダムないんやった。戦いたくないって言うんやね、アンドロイドも。人間からしたらそんなあかんねやろけどな。なんかこの先でもクエストあるな、謎のクエストがある。で、ここは写真の場所と。